いや、皆さん元気されてますか？うさぎでございます。ということで、今回も動画撮っていこうかなというふうに思いますが、再度ですね、まあ、大津さん取り巻く状況ですね。まあ、なんていうのかな、いろいろと話していこうかなというふうに思っておりますが、さすがにちょっと良くないですね。ていうか、もう何回良くないですね、ずっと言ってるのかなというふうに思いますが、いつもですね、楽しく僕とスペース楽しん、まあ、楽しんでる友達ですよね。イングラムさんっていうですね、方がいるんですけど、インちゃんって僕は毎回よって呼んでるんですけど、そのインちゃんがですね、まあ、ミンツク島がアップしたですね、新しい動画、皆さんね、見ていただければわかるかなというふうに思いますが、まあ、不都合な部分をね、削除しているため、ニコニコさんが以前アップした動画をご参照してくださいということで、ミンツク島がね、出した、まあ、債権者説明会の中に、杉田隼人ですね、まあ、今容疑者ですけれども、選挙の自由妨害で逮捕された翼の党の杉田隼人がですね、質問してるんですね。で、この質問してる内容がもう丸っことですね、削除されてるということでございます。まあ、なんか、もう、こすずるいことばっかしてんなというふうに思ったんですけど、まあ、そのことについて、まあ、手続き開始決定に関する説明会のね、ニコニコ動画の動画がアップされてますんで、そっちをね、見ていただければいいと思いますが、まあ、それでですね、多くの方々がですね、まあ、なんていうのかな、翼の党との関係性は、とかっていうことで、まあ、なんか、もう、ミンツク党としては翼の党を切りたかったというか、もう関係性はなかったみたいな感じで言ってるんだけれども、いや、みんなわかってるでしょと。ね、富山真紀さんと写真撮ったでしょということで、もうね、なんか、何言ってんだと。で、まあ、そのことについて、カモフラチャンネルさんがですね、追及されて、まあ、逃げる準備始めてますやんと。ね、これで、まあ、何度も言いますが、これね、僕、アンチの方とね、スペースで話をし、まあ、対談して、まあ、なんていうのかな、一番思ったことなんですけれども、彼らって、彼らじゃないか、大津さんって、そのなんか都合がいいんですよね。例えばなんですけど、いや、彼らは逮捕されて民主的な表現の自由がとかね、個人の権利を侵害する程度に表現、自分たちの権利を主張するっていうのはおかしいと思いますみたいなね、ことを言ってみたり、まあ、挙句の果てに自分がですよ、黒川さんたちと一緒にいる時にはですね、いや、でも実際はこうでああでって言ってね、まあ、なんか青白王子にもね、問題があるみたいな感じで、まあ、言ってみたり、まあ、なんかどうなんと、何がしたいんだというふうに思ってしまうんですよね。いや、黒川さんたちと一緒にいてたのは事実でしょ。で、8月の段階で、あなた解任したかもしんないけど、朝霞市議の、ね、富山さんのところに応援しに行って、黒川さんもポスト上げてるでしょ。そのことも事実でしょ。ね。少なくとも選挙の自由妨害で、東京15区補選のね、まあ、立候補者に対して選挙の自由妨害罪で受け取られてもおかしくない行為を何回も何回もやって、挙句の果てに立花さんの名誉毀損も受理されてるわけでしょ。ね。そういう人たちと関係性があったのは事実でしょ。ね。で、もっと言いますよ。僕の過去の動画ね、まだゆっくりの動画を作ってた時に、まとめてますけれども、ね、その当時から、大津さんの周りにいる講演会のね、方のね、所在地がおかしかったりとか、ね、いろいろとしてたわけじゃないですか。で、そういった過去は絶対に払拭できないんでね。はい。それはもう付き合うしかないんですよ、本当に。で、それ、トースポウェブをまとめてくれてるし、大津さんの周りにいる人たち、特に立花さん側のね、支持者の人たちに対して行った行為だったりとか、その他もろもろ全部あるわけですよ。で、散々パラ暴れ散らかしといて、いや、私たちは関係ないんですって、そんなのお前は話が違うでしょって、そんなこと受け入れられるはずないでしょ、というふうに僕は思ってるんですね。まあ、そのことについてちょっと追求していこうかなというふうに思っております。過去の記事なんですけど、黒川敦彦さんが、大津彩香さんですね、痛烈批判ということで、お父さんの収入を頼って、金と名誉と自己保身ということで言っております。これね、読んでいきましょうか。はい。党内紛の関係ですね。騒動になっている政治家女子48と大津彩香陣営で幹事長を解任された、まあなんですが、黒川敦彦さんが16日、旧 X をですね、まあ旧 Twitter を更新されました。大津彩香氏をですね、結局金と名誉とね、自己保身と切り捨てたということでございます。15日に幹事長解任が発表された当初、黒川さんは大津さんへの誹謗中傷はなきようお願いいたしますと呼びかけてですね、まあなんか穏便なですね、決裂激化と思われていたが、黒川さんと大津さんのやりとりの音声が YouTube 上で公開されたことにより、大津さんの遺憾の意を表明ということで、黒川さんと一緒にやっていけないと思ったので、今はすっきりした気持ちがありますとね、見下り反応ですね、つきつきだと、クスリップを書き込んでくるということでね。いや、ここで翼の党の界隈の人たちが、少なくとも翼の党の界隈の人たちが、大津さんに対してちゃんと追及すべきだったんですよ。はっきり言いますけど、本当に関係性がないんだっていう話でした。そこをなー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 でね、進めていったから、杉田さんとかも、ね、大津さんに対して、いや、俺は、大津さんのことを一生懸命頑張りますから、ね、守りますからって言って逮捕されてるやねんかって。何言ってんだもん、本当に。いや、あのさ、この前ね、スペースで話した内容ですね。アンチの方々とお話しさせていただいた時の内容を、はっきりとね、きっちりと言わせてもらうと思うんですけど、
そもそも大津さんはもう今回翼の塔とね手を切ったんでしょ。黒川さんたちと手を切ったんですよ。で、黒川さんたちと手を切ったんだったら少なくとも関係性があるようなね、あの例えばなんだけど写真を撮ったりとかね、応援しに行ったりとか、そういった諸々のことをやっちゃダメなの。どれだけね、富山さんは私は尊敬する人だからとかじゃなくて、翼の塔に所属している人がいるんだったら少なくとも1年か2年、3年ぐらいはですね、一緒に写真撮っちゃダメなの。関係者も近寄らせちゃダメなの。それぐらいのことやらなきゃいけなかったの。それを関係者がどうたらこうたら逮捕されてる人間が出てきたからとかっていう話になってるから問題が起きてんの。ね。そういったハレーションが分かってないね。そういったハレーションが起きる可能性があるってことを予測予見できなかった時点で、もうなんていうのかな、大津さんがやってることっていうのはもうマジ理解不能なんですよ、僕からしてみたら。いや、普通分かるだろって。一緒に写真撮ったら関係性があるんではないかって疑われますよ。ね。それを、例えばなんだけど、大津さんの身内ですよね。自分たちの仲間として認識している人が、何の忠告もなしにそういうことを進めたんだっていうふうに思ってるので、僕は周りの人たちも無能だと思いますよ。いや、だって普通だったら分かるもん。俺だったら絶対させない。いや、行くなって。翼の塔の応援に行くなって。あなた絶対少なくとも言われますよと。ツイッターに書き込まれますよって。ね。で、そういった発言も、もろもろないわけでしょ。いや、僕からしてみたら何言ってんのと。何したいのと。何やっちゃってんのと。今あなたやらなきゃいけない裁判の関係じゃないのと、ね。そこをお前度外視にして、浅川氏の方の応援に行くって何考えてんのって僕は思いますね。普通に投手として、投手であっても多分追及しますし、追及っていうか注意します、普通に。叱ると思う。本当に。何やってんのって。あんたのためにお前これだけの人間がお前集まってさ、裁判のさ、書類だったり作ってんだよ。お前がお前、なんていうのかな、疑惑持たれるようなことすんなよっていう風に言うよ、多分。でもそこまで注意したりとかする人がいないんでしょ、多分周りに。いやもう、そういうことが分かっちゃってるから、そういうところが見えちゃってるから、いや、おじさん頑張ってますね、とか、おじさん、ここに座って、ね、お菓子でも食べててくださいよ、みたいな感じなんじゃないの？はっきり言うけど。あ、この書類とか、こういう仕事とか、私がやっときますから、とか、僕がやっときますから、とか、俺がやっときますから、とかって言って、いう感じじゃないの？いやいや、なんかもう見え隠れしてんだよ。はっきり言うけど。ね。いや、本来であれば、当主であるあなたが、もっと言うとあなたがね、なんて言うんだな、なんていうかな、中心人物でしょ、すべての裁判において。大津さんが名誉毀損したとか、大津さんが代表権裁判の債務者であるね、一番の債務者である大津彩香さんでしょ、11億の借金に関してもね。だからそれちゃんとやらなきゃいけないのって大津さんでしょ。その大津さんがちゃんとやらないのどうしてって僕は思うおかしなことやってんですよ、はっきり言うんですけど。ハレーションが生まれてるでしょ、どう考えてもってね。だからもうね、なんか遺憾の意とかどうたらこうたらとかって言う必要性ないの。で、債権者説明会の中に杉田隼人を呼んだっていうのも僕からしてみたらミスだと思うし、千代くんを呼んだのも問題があるよ。いや、そう、動画を引用するのはいいよ。ね、千代くんがね、例えばなんだけど、不正がどうたらこうたらとかって言ってて、それを本当に大津さんが信じてるんだったら。今結局不正会見の表出てきてないけどね、不正会見なかったみたいっぽいけどね。だからそういうのが全然全く出てきてない状況下で、いや、私は、立花さんがやってることが信じられないんだとか、私は、大津さん、大津さんじゃない、千代さんのね、言ってることを信じてるんだとかって言ってるんだけど、結局、不正会見ないわけでしょ？出てこないわけでしょ？どうすんのって話ですよね。ちなみになんですけど、黒川さんが、ね、それこそ、立花隆さんのね、幹事長だったんですよ。ね、政治家女子じゃない、NHK から国民を守る党の幹事長だった人間が、立花隆が不正してるんだったら、ね、すぐさま表に出てこないとおかしいんですよ。それが出てこないってことは、立花さんは少なくとも適法の範囲で仕事してたってことじゃないですか。はい。もう僕が言えるのはそこなんですよ。で、不正会計が、不正会計が、不正会計がってずっと言ってるわけでしょ。もう何言ってんだろうなっていうふうに思っちゃいますね。いや、不正会計がって言うんだったら、じゃあ1個か2個ぐらい出してこいよって話ですよね。なんか 3.5 億に関してもうやむやになりそうだし、8000万に関してもうやむやになりそうだし、お前ら何やってんねんって話ですよね。もう一年何しとったん？本当に。出てきたの二つだけか。で、もっと言うとお前後半になってからじゃねえか。その 3.5 億と8000万が出てきたの。今年の1月2月になって出てきた話だろ、多分これ。本当に。もう情けない。本当に情けないね、マジで。ね。いつになったら出てくんだよって思ってたんで。だって去年の3月の段階でさ、不正会計があるってことが、まあ、表立って計画なんて出てきましたと。ね。これは疑惑なんですって話になったと。で、結局あれでしょ？政党交付金ですか？政党助成金で 1.6 億、何かしらに使ってる可能性が高いわけでしょ？いや、森幹財人からしてみたらさ、ちゃんとさ、いや、なんかさ、もう、なんか、不正会計追求してる人間が、なんか、追求されてるって、なんか、謎の現象が起きてるんだけど、みたいな状況になってると思いますよ、はっきり言うけど、僕からしてみたら。いや、ハレーションが生まれるとかさ、翼の塔のさ、関係者じゃないとかっていうことをね、ちゃんと定義づけたいんだったら、いや、私は解任してますと。ね、その後、一回も翼の塔とね、の関係者と会ってません。
ね、表に出てきてないでしょ、写真も撮ってないでしょって、ね。ね、そういった関係性がない。まあ、でも少なくとも宮川さんが、まあ、ね、解任されるまでに翼の塔の関係者が、あの、なんか、出入りしてたりとかしたら、まあ、多分宮川さんが言ってたと思うけど、僕からしてみたらね。だから、まあ、もうなんか、いや、もうそういうハレーションもわかんないし、なんていうのかな、予測もできないし、自分のことを、少なくとも守ってくれる。まあ、なんていうかな、自分のことを助けようと思って活動してくれてる人たちも、まあ、軒並み、ね、窮地に立たすような行動をとってしまってるわけですよね。俺だったら絶対に追求しますね。追求っていうか、まあ、なんていうのかな。大津さん、それさすがに良くなくないって。大津さんの味方側にいるんだったらね、いや、ちょっとさすがにやめてくださいって俺は言うよ。いや、あなたのせいですよ、これって。あなたのせいでこういう形で追求されてるんですよ。もう何もせんでくださいよって。もう家にずっといてくださいよぐらい言っちゃうかもしんない、俺。だってさすが予告されてるもん。そうでしょ？ね。さすが予告されてて、なんか、なんでインターポールですか？ね、言ってるわけじゃないですか。ね、インターポールにやって、結局そのインターポール使ってるやつどうなったんって。誰が捕まったんっていう話ですよね。いや、普通考えたら過去をね、まあ、ちょっと見ていただければわかると思いますけど、国政政党の党首を殺害予告したっていうことって、はっきり言いますけど、はっきり言いますよ。アウトやん。だって、岸田さんをね、殺害予告したのと同義じゃん。はっきり言いますけど。ってことはさ、ニュースになってもおかしくないわけじゃない。で、未だにさ、警察だったりとかインターポールが動かないの。なんで？おっさんさ、おっさんさ、どうなった？いや、普通、警察から連絡かかってくるもんじゃないの、それって。ね。ということで、クソリプを書き込んでくるということで、大津さんの行為に激怒した黒川さんは、大津さんのようなお父さんの就任に頼って、もうここで内部分裂みたいな感じになってるんです。いや、だから、翼の塔の関係者なんだと思いますよ。うん。だから、翼の塔の、杉田隼人さんと少なくとも関係性があったってことですよね。で、なんか、黒川さんと根本さんはユースフェスには行ってないとかって言ってるけど、いや、でも富山さんの関係で行ってるし、大津さんが来てくれましたとか、危機として黒川さん言ってたわけだしね。ねえ、大丈夫ですか？マジで。いや、それで関係性がないとかって言わせねえよって俺は思うけど、ね、だって元幹事長だし、その後12月に会いに行ってし、何やってんのって僕は思いますけどね。建築デザイナーとか言ってる人はですね、今の社会で押しつぶされようとしていると、社会的弱者のことがわからないんですということで、痛烈に批判ということで、さらに、周囲の太鼓持ちばかり配置ということで、まあ多分そういうことなんだろうね。私たちがその仕事やりますからって。まあ多分、大津さんって、まあでも原稿を読ませたら世界一だったと思うから、原稿を読ませるために優秀な人材を配下に置くべきだとは思いますけどね。はい、指摘した上で、結局金と名誉と自己保身、そんな人たちに政治変えられないんですと切り捨てたと。いや、まあそのまあ俺これに関しては黒川さんに言いたいことがあるんですけど、結局金と名誉とまあ自己保身があって、そんな人たちでは政治は変えられないと、まあ大津さんのことを批判してるんですけど、いや、まああなた逮捕されてるしね、政治変えられないですよねっていうふうに僕は思いますね。どっちもどっち同じ穴の無地なですね。はい。はい。ということで、その次ですね。大津さんも黙ってないということで、内紛騒動後ですね、黒川さんの活動費を無心してきたことを指摘し、誰がお金の話ばかりしてるのか明らかということで反論した上でですね、黒川さんが立花さんに保護にされた活動費に関して斉藤健一郎参議院で交渉している意向があるということでね。まあ、払わないですよね、斉藤健ちゃんと。健ちゃんと話したからなんなんて思うけど。いや、お前らお前らでやれやっていう風に思っちゃいますよね。で、結局さ、山中優の、ね、なんていうかな、身内の、自宅をさ、曲がりする形でですね、アジトみたいな形にしてるわけでしょ？まあ、詰め所みたいな感じになってるわけじゃない。それってさ、本当に政治団体のやるべきことなんかねっていう風に思っちゃうよね。こういうの見ちゃうと。いやー、もう本当に良かったなって僕は思いますよ。なんていうのかな。いや、本当に良かったな。大津さんと黒川さんを応援しなくて良かったなって僕は思いますね。あまりにもちょっとね、なんていうのかな。僕からしてみたら、いや、これ擁護しようがないよねっていうことばっかり起きてるからね。いや、そうじゃないですか、皆さん。え、そう思いません？普通に考えて。いや、擁護できなくない？これ。ねえ、なんか勝手に出て行ったと思ったら、勝手になんか内輪揉めして、勝手になんか引き離してって、で、最終的になんか私たちは大丈夫です。私たちの方が正々堂々とクリーンなんです。とかって言ってるけど、いや、ごたごたがなんかいっぱい起きてるところが、なんて言えばいいんですかね。ごたごた起きてるところに対して、なんか、普通にしないっすよね、普通。ごたごたが起きてるところになんでわざわざ突っ込んでいくのっていう話じゃないですか。もう何言ってんだろうなーみたいな感じですよね。はっきり言いますけど、ね、はい。大丈夫かねっていうね。はい。
で、その次ですね。ただ、黒川さんは自身の矛を向いていることでですね、まあ、これからも人格否定を続ける姿勢があるとする、あるいはですね、会話することもできないと思います。ということで、長い間支えてくださりありがとうございました。ということで、改まって、黒川さんに決別の宣言しました。ちなみになんですけど、この、今まで長い間支えてくださりっていうところを言い始めたら、なんていうのかな、まずいと。ね、ありがとうございますとかっていう風に言い始めたら、大津さんはなんか誰かを切る、ね、粛清する、感じなんだみたいなね。こういうポストが上がってましたけど、今最近豊弁が怪しいっていうね、話になってきてますよね。豊田弁護士をもしかしたら解任するんじゃないかみたいなね。粛清するんじゃないかみたいな感じで言ってるんですけど、まあ、豊弁も豊弁でね、まあ、弁護士報酬もらってるわけですから、まあ、そこに対してはね、村子弁護士とちゃんとですね、話し合って追及すべきだなという風に思ってしまいますね。はい、ということで、大津さんのね、関係の内容でございます。仲良し杉田隼さんの質問を今更カットするぞということでございます。大津彩香さん、今後はマスコミ対策ですかということでね、言っておりましたね。大丈夫ですかということで、これがインちゃんですね。はい、ミツクとの関係で、という話です。固い絆のお伺いボディーガードいたのに、1日30万円のボディーガードも雇ったんですか大津さんということで、これぜひ見ていただければいい。昨日ワクワクすぎて眠れなかった。じゃあ、今度稲荷を連れて行きましょう。ドッグランですかドッグラン配信しよう、じゃあ。イエーイ。はい、杉田です。はい、この人を削除したということでございますね。いやー、よく眠れるようになったわーっ、ね。はい、こんな感じ。あー。疲れちゃった。まともに、あー、これやべえ、言いそうになった。はい、まあ、これは経歴の話ですからね。皆さんね、間違いないようにいただきたいなと思いますけれどもね。はい。ということで、これね、不正がなかったらもうやめますっていうね、フジポンチャンネルさんの動画です。ね。不正がなかったらやめますよって言ってたんだけど、やめないって言っちゃったからね。うん、よかったね、あはは。大津彩香さんですね。朝っぱらから怒ってるらしいですね。はい。詐欺未遂罪、何これ。なんか変なこと言ってんだ。これ見てないな、これ。3時間前に発表されてる内容だ。でちょっと読んでいきましょうか。NHK 党及び立花さんのやり方はですね、他人に迷惑をかけても自分さえ良ければいいという、教条に基づいているため、社会の害悪であり、政治に適さないと考えます。は。あ、これなんか、あれじゃね岩井じゃね岩井さんじゃないこれ。岩井ちゃんが書いてないこれ。こう考え、何々しないと考えますっていう書き方するのって岩井さんの特徴なんですよね。何々適さないと、とか、何々と考えますっていう風な言い方するのって岩井さんの文章なんですよね、これ。岩井さんが書いてないこれ。まあいいや。まあそう、あんまり言いすぎても良くないね。で、国民の債務不履行を推奨したり、NHK、委託の業者の従業員を巻き込んで前科者にしたり、はい。8000万円の詐欺既遂となり得るですね、支払い督促の件に党員を巻き込んだり、翼の党による選挙妨害の資金提供してねえだろ。いや、じゃマジで。いつの話してんの？どの話してんのっていうか。そんなことやってたの？いや、もうこれさ、無茶やろ、これ。まだなんか名誉毀損で訴えられるで、ね、ほんま、やめとかんと。ねえ、他党に嫌がらせをしたり、あまあ、それはいいんじゃない？だって、嫌がらせするのは、そっちに疑惑があるからでしょ。で、立花さん、いや、そもそも参政党の件ってさ、僕思うんだけどさ、参政党の被害者の人たちが いて、その人たちが立花さんを頼ったから立花さんが動いただけであって、何も全然悪いことしないよねって僕は思うんだけどね。だから参政党が悪いじゃん、それ。で、助けを求めてきてくれた人たちを助けるために立花さん動いてるんでしょ。何が正義じゃん。これで助けなかったら立花さん、ってなるし、僕。それ動いてくれたんだから、それ同じじゃねって僕は思うけどね。選挙妨害に資金提供し、選挙妨害に資金提供しって言ってるんだけど、これ嘘だったらマジでやばいと思いますよ。大津さん。大丈夫ですか？書いてあるけど。多くの無知や無垢なですね、人々を巻き込んで犯罪者にする可能性がある行為を繰り返してる。これやばいだろ、これ普通に。大丈夫か、これ。相当やばいと思う、これ。大丈夫かこれ。やばくないこれ、普通に。反社会的行為を見れば明らかですので。反社会的な行為って何なん？いや、そんな行為ないから。反社会的な行為って何？それ、違法行為って言うんじゃないの？反社会的行為って何なん？マジでいいのかな？そんな言葉ないからな。反社会的行為って何だよ。具体的に何を指してんだよっていうふうに思っちゃいますけど、印象操作のエンターテインメントではなく、データに基づく事実と歴史を見てください。はぁ、あ。誰かが戦わなければ終わらないので、たまたまババを引いたのが私だから終わらせます。はぁ、あ。まあ終わらせてください。頑張ってください。はい。不幸、なんだこれ。何々を煽り不幸になる様子を想像して喜ぶ立場隆と一連の動きは不幸にしたいというモチベーション。はぁ、あ。違うと思いますよ。11億の債務改正って話だと思いますよ。はい。
ということで、あ、そう、これね、橘さんのやつね、なんか脅迫されてますって言ってたみたいですけどね。はい、頑張ってください。ということで、シュカイカちゃんの内容ですね。大田彩香さん、生徒助手席を掴んで、込んでいることが発覚ということでね、可能性の話ですね。過去に、口座を移したのは証拠保全のため、調査が終わるまでですね、ホールドということで、自分が補正をしないように弁護士を監視してもらうという発言は何だったのか、犯罪人の解明が待たれますよということでね。はい。総務省が生徒交付金を振り込むのは私が代表者である三つく党の口座なので、斉藤健一郎さんの許可は不要ですということでございます。まあもうかなり追い詰められてるようにしか見えないですよね、はっきり言いますけど。まあ僕からしてみたらもういいんじゃないですか、太田さん。そろそろ。代表権返したらって僕は思います。はい。もうなんか、苦しいだけじゃないですか。ずっと苦しいでしょ。うん、なんか、僕基本的にアンチの人たちにはアンチの人たちの意見があって、で、もっと言う、すっごい僕優しい人だなってみんなから言われちゃうんですよ。なんでって言ったら、なんか、この前もなんかね、アンチの人たちには、アンチの人たちの人生があるわけじゃないですか。で、だから僕は叩きのめしたいとか、そういう感じではなくて、ちゃんと議論を進めていかなきゃいけない。で、それこそ、なんていうのかな。いや、おかしいことに対してはちゃんとおかしいって言うよ。おかしいって言うけど、その、なんていうのかな。ちゃんと話を前に進めることをしていかないと、なんていうのかな。ずっと、両者苦しいままじゃないですか。で、それを終わらせに来ただけなんですよね。ね、終わらせようと頑張って自分ができることを自分ができる範囲でやっていく。うん、これがまあ多分大人としての正解だと僕は思ってるんですよね。で、まあ大津さんに関して言えばですね、そういうことをまあ他人に任しちゃってるような感じが見えちゃうんですよね。で、一番の、まあ、今回の主要人物って大津さん本人なので、その本人としてちゃんと頑張ってね、どういう風に改善していくのかっていうことをね、やっていけばいいんじゃないかなっていう風に思います。で、まあ、僕はアンチの人たちがバカだとかクズだとかカスだとかっていう風にね、まあ、アンチの人たちみたいに言うつもりは全くありません。N 神だったとかね、大津神社とかっていう風に、まあまあ過去言ったかな、記憶があるかな、まあ、わかんないけど。ね、ただまあ、なんていうのかな。僕自身の考えとしてはですね、大津信者とかっていうつもりは全くなくてですね、ちゃんと債権者の人たちのことをですね、考えて返済計画かけてですね、どういうふうに11億の債務をですね、履行していく、返済していくのかっていうことだけね、言っていただければ僕は別に何も思うところはないということでございます。以上です。面白いと思いましたら、チャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。